サンポスは、ブラジルサンパウロ州サンパウロ出身の同国代表のサッカー選手、アヤックスアムステルダム所属。ポジションは FW。地元クラブ、サンパウロ FC のユースアカデミー20歳で入団。2016年2月、U-20 コパリベルタドーレスに出場し、優勝に導いた。10月17日、フルミネンセ FC 戦でトップチームデビューを果たした。 5日後、a ポンチプレッタ戦で初ゴールを記録した。2017年1月30日、オランダのアヤックスアムステルダムに移籍した。移籍金は、オランダのクラブが国外から獲得した選手としてはこの時点で、史上最高額の1200万ユーロ帳と報じられたが、本人は後に、僕はサンパウロに残って、クラブの歴史を記したかったけど、 ユース代表で離れている間に売られてしまったと遺跡を望んでいなかったことを告白している。2020から21シーズン、KNVB カップ決勝のフィテステ戦では、決勝ゴールを挙げて優勝をもたらし、リーグの制止、2冠を獲得した。ブラジル代表として、各年代でプレーし、2017年には南米ユース選手権に出場した。2019年3月26日、 チェコとの親善試合で A 代表デビュー。同年6月10日のホンジュラスとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。